ちょっと余った鉄板の廃材を利用してスマートフォンフォルダーを作りました。はい、これがここの裏の部分がこうもう取れちゃってるんですね。ここの穴をこれに作ってきたこれに開けてピトってやってカチッとこれで落としてしまって、はい、そこさ、合わせて穴開けて、はい、そうすると動かないから多分いいと思うんだよな。なるほど。ちょっとずれちゃってるからこれ修正させればいいか。あ、はい、こうなっててこれがこうなってこう上がることによって固定されると、うん、やっぱり採寸。そうそうそう。成形がこんな感じですね。はい、ここにね、四角いやつがあるんですよ。はい、さすがですね。四角の、うん、パッチリじゃないですか。いいぞ。さすが。さすが。ですよね、受けが。ボンドとかの方が良くないですか。ボンドありますか。ボンドでもいい、いいと思うけど。から耐えようと。これはそんどんとんでもねえ。とんでもないんですか。やばいわ、もう取れねえわ。あ、いいですよ、いいですよ、全然、ね、取れなくていいです。これこの穴の中にピテーゾマネ。あ、本当ですね。ねえ、ドセンターだよ。ドセンターですね。危ねえや。多分この手で曲げた、あのちょっとアバウトな曲げ方がちょうど良かったのかもしれないですね。この分確かに出っ張ってますからね、これ、うん、これがサクッと。まあ出っ張ったところで、ね、何の問題もないから、うん、俺こんなの切っちゃうからね。ああ、なるほど、ね、うん、その間に入れなきゃダメなんですね。ここさ、ここに入れるんですね。危ない危ない、もう事件発生でしたね。うん、完全硬化する前だからよかった。はい、やっぱりこう何ですか、仕組みを変えるとそれなりにその順番とかもね、順番も変わっちゃうんですね。そうなんですね。後からできなくなるっていうことですもんね。そうなんだ、はい、頭一つだすぐ分かるんだけどさ、俺みたいなのバカみたいな。いやいや、俺もバカはね、なかなかね、やってあって思う、ね、あーってなるんですよ、ね、うん、ああれってなんですよ。この長さが足りてくれっかだよな。そうですね。ギリギリと締めればぐっと入るんですかね。これが最後の難関というか試練ですよね。あ、ここで食ってんだ、入るんだ。あ、入るんだ。あ、よかった。届くんだね。はい、よかったです。はい、完成でしょうか、これ。とりあえず完成だね。とりあえず完成で、おお、いいんじゃないですか。なんかすごい、なんかこれ何なのって話ですよね。こんな対向車からこう見たら、あれ何つけてんのってなりますよね。サビネース最高じゃん。耐久性抜群だったんだよね。じゃあこれ
作るにあたって何かちょっと注意点というか苦労した点なんてありましたら一言いただけると。苦労した点ね。苦労した点、はい。特にないけどやっぱ穴開けだな、やっぱり穴開けの、うん、はい、丸にしか開けられないからね。ああそうですね、穴を開けて、できれば本当は四角が開けたいんだけど。ああなるほど、そうですね。アダプターの部分がここがですね、受けがちょっと、そうだね、サポート部分がその四角だったから、これに対する穴をうまくっていうのがちょっとあれだなと。はい、あと順番ですね、組み立てる順番を間違えないようにしないダメだぞということですね。慌てちゃいけないね。慌てちゃいけないです、うん、そういうことね。そうですね、はい、これですね。結局ここの真ん中に突然ドーンとこうスマホを置ければいいんですよ。だけどそれがちょっと厳しいので一回経由してるんですよね、ここの、あ、ね、あのここにどあのそうそう手を出して一回ステー出して、そうホルダーからまた伸ばしのここまで持ってきてるみたいな。ここはがっちり止まってるからね。そうですね、ここなんだやっぱ根元。そこなんですよ。これ少しこう微調整できるようにね、あのフレーキになってるんですけど、曲がったりするんですけど、これがね、商品のやっぱ構造がもう、そうなんですよね。これで撮影角度はバッチリなんですね。そうですね、あとはもう微調整でこういうふうにあのこうやってドーン行くと、まあ、ほとん充電もちゃんとできるし、ね、みたいな、かぶんねんだね、はい、かぶんないようにカメラはね。そうそう、ありがとうございます。まずよかったよかった、はい、かっちゃうですな。ありがとうございました。はいはい。はい。